はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、バトルオブカオスのボーナスパック、プラスワンボーナスパックを、5パック剥いていくだけの動画となっております。バトルオブカオス5ボックス買いましてね、回遊結果はまたちょっと別の動画で出してると思うんで、まあ、そっち見ていただければなというふうに思うんですが、まあ1ボックス買うと、これ買うと、プラスワンの生産、初回生産版限定ですけどね。初回生産版限定で、このプラスワンボーナスパックっていうのがついてきますよと。あ、ちなみにブラックマジシャンのウルトラレアの、スペシャルイラストの応募券がついてますんで、皆さんね、忘れずに応募していただければなと。なんか確か、どうだっけ？なんかこれをなんか、切ってなんか、貼っつけて送るみたいな感じだよね。確かね。これ。ちょ、めんどくさいから、なんかこのまま送れれるようにしてほしいなと思ってるんですけど。なんか、工夫してね。まあいいや。とりあえずこのボーナスパックを、見ていきましょう。5ボックス。もちろん狙うわ。狙うはもちろんね、マスターオブカオスのプリズマティックシークレットレアですよね。当たり前に。当たり前すぎ。やっていきましょう。1枚しか入ってないんですよ。このパックにね。慎重に開けていきましょう。まずは1枚目。運命の罰ゲーム。何だ？あ、融合モンスターか。お？融合モンスター。融合モンスター。プリズマでも何でもね、プリズマでもなんだ、ガーディアンキマイラか。ガーディアンキマイラや。まあ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 、まあ、嬉しくないと言えば嘘になる。嬉しいけど、まあちょっとプリズマも期待するんでね。ガーディアンキマイラ。まあありがとうだけどね。はい。まあありがとうではある。で、2パック目。これプリズマ確定にしてくんねえかな。プラスワンボーナスパック。それはちょっと、高望みしすぎ問題発生してる？うおー！いけ！来い！あ、全然プリズマでもなんでもねえ。ちっちょ、ちっちょあんだ、これ。うん。ダイノルフィア、テリジアちゃん。テリジアちゃん、エルロ。で、3パック目。やばい、これプラスワンボーナスパック、これ外れか？プラスワンボーナスパック、これ俺引き弱人類か？プラスワンボーナス、対戦よろしくお願いします。あ、儀式もさ、うわぁ。プリズマでもなんでもないので、これ多分イリュージョンオブカオスかなんかですかね。ドラグマのやつか。あ、イリュージョンオブカオスか。なるほど。今んところ弱えな引きかな。これでもう5枚目ですからね、これ。イリュージョンオブカオス5枚引きましたからね、これで。いや、そんなにはいらない。3枚欲しいと思っていたけれども、5枚はいらん。やばい、もう、残り2パックになってしまった。これまずい。非常に。ちょ、頼む。頼む、マスターオブカオス。俺の元に舞い込め。来い。うおー。いや、シンクロやー。あー、流炎やー。普通の竜炎やくそまあそんな簡単に出ないですよね。どのぐらいの確率なんですか？ちっきしょ、まあ、プラスワンボーナスパック目当てにめちゃくちゃカートン買ってる人もいますからね。三沢さんみたいな人ね。プラスワンボーナスが欲しすぎてなんか 2カートンとか3カートンとか余裕で買ってますからね、あの人はね。さあ、まあ、マジで残り1パックになってしまいました。ちょ、今んところ何の強引きも見してないけど、大丈夫？頼む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 、マジで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 、うわ、普通のは実家、くそー。いやー、まあしょうがねえな。まあこんなもんよな。まあそんな簡単にね、まあそんな簡単にね、引けるもんじゃないだろうなみたいなところはありますね。スーパーゴリ押しだったんで、まあどっちかっていうとここ引けは人類だったんじゃないかなと、思います。はい、僕の負けでいいです。まあガーディアン決まりは嬉しいですけどね。ということで、まあ、僕はこんな感じでしたが、ぜひね、皆さんも結果をね、教えていただければなと思いますので、ぜひコメント欄かなんかで教えてください。はい。くっそー、マジかー。プラスワンめちゃくちゃ夢あってね、楽しみにしてたんだけどね、結果これですよ。引き弱人類なんですね、基本的に僕は。はい。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。